種売り吉次でございます。種売り吉次が商売のために東へ向かおうとすると、義経が一緒に連れて行ってほしいと頼みます。義経一行が赤坂宿へ着くと、それを聞きつけた大盗賊の熊坂長藩たちが領地を計画しているという話が耳に入りました。金売吉次は宿を立とうとしますが、義経は自分が切り捨てると宿を立たずに領地に備えます。領地の時、熊坂長藩率いる370人余りの盗賊たちを義経はあっという間に切り捨てていきます。場面は熊坂長藩が薙刀で義経に力強く打ち込み、義経も負けじと大